この肉汁たまらないね。またなんか食べてんの？もう味食いしん坊だな。ハンバーガーだよ。しかも今回はパティが2枚のダブルバーガーなんだ。すごいね。確かに最近大きいサイズの食べ物流行ってるよね。そういえば今回もハンバーガーにまつわるメールが届いてたよ。黒崎博士こんにちは。こんにちは。最近マクドナルドが夕方以降パティを2倍にできるキャンペーンをやってるのを知ってふと疑問に思ったのですが、ハンバーガーの中のパティって何枚積み重ねるのが限界なんでしょう？いや確かにパティたくさん入れて、まあでもパンと一緒に食べれないとハンバーガーって言えないよね。検証してみますか。ではハンバーガーの限界を見つけるなんて簡単ですか？簡単だろ。黒崎博士、ハンバーガーたくさん買ってきたよ。すごいねこれ。すごいよね。これは夢だね、ちびっこの。じゃあこの中からまずパティを積み重ねていきましょう。パティ4枚バーガー、これ。そうですね。まずこれからこれ食べてみる。そうですね。美味しそう。うん。うん、うまい。普通に食べれるね。うん。じゃあちょっと増やしていってみましょう。次は倍の8枚でやっていきたいと思います。じゃあ8枚バーガーいっちゃうね。すごいカロリーがすごいことないですか？これ上のやついいんじゃない？これか。おー、8枚バーガー。それが8枚バーガー。8枚バーガー思ってるでかいな、でもな。どう？うん、食べれる。食べれます。うん、うまい。おー、美味しい。うん、黒崎博士、8枚食べれましたけど次は何枚に挑戦しますか？とりあえず10枚。持てます。いける。パーティー10枚バーガー、圧巻ですね。重いですか？重い。これ食える？いただきます。うん、おお、うん、もうめちゃめちゃギリギリだよ。でも食べれた。ドレスまだいけます。やばいかも。ドレス次は何枚挑戦しています？もう12いく。12いきます。12。やべ、この作業飽きた。12枚。すごい。重い。これ。では黒崎博士、パティ12枚、チャレンジお願いします。おっし。これ無理じゃない？さっきの10枚もよく食えたなと思う。はい、では黒崎博士、戦ってきたハンバーガーたちが前にいますけど、いかがでしたか？いやー、きついね。食えるわけないよねって今思ってた。よくこれ食えたなと思う、10枚。顎外れちゃいそうです。もうきつい。では黒崎博士、今回の検証結果はいかがでしたか？ハンバーガーのパティ限界は10枚でした。